当たった当たったわ。うわー、ナイス隕石、今クローズ助けたよね。はい、どうもひたまえです。はい、今回はね、まあフジトラを使っていくんですけど、まあ80レベルでスキルレベル4なんですけど、あのフジトラって普通に強いっすよね。ほんと出た当初俺全然強いと思わずに、まあ初リーグになりますね、これがフジトラさんでの。まあということでね、まあフジトラさんで今回は無双していこうかなって思います。このカチカチがやっぱいいよね。ほんとにカチカチってことは多少の PS のなさもごまかしてくれるから、まあ俺にとってはまあ最適なキャラですね、ということでやっていきたいと思います。レッツラーゴー。はい、ということで1戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。と、あの夜バラティエでやったさ、藤田さんめちゃめちゃ強いね。隕石下から当たるし、このスキル1が当たるか当たらないかみたいな、どっちかだっけ、なんか当たったり当たらなかったりするんだよね。そこら辺ちょっと僕わかんないんですけど、どうなんですか皆さん、そこら辺ちょっと誰か教えてください。となんか当たるらしいよね。てかボンちゃんね、このボンちゃんの裏でさ、岩さんだったんだよね。俺が昔さ、ボツ企画にしたさ、伝説のコンビなんだよ。めちゃめちゃボツにしたんよ。とりあえず隕石落とすタイミングは適当でいいんすか、よくわかんないですけどね。とりあえずボンちゃんだったらやられることはまあまずないんで、まあここを陣取って、これ下から当たんないよね、向こうから当たるんだっけ、オーシャンズの方から当たるみたいなこと聞いたことあるんですけど、どうなんですか。これ降りてきそうだっすね。出すねとか言っちゃったけど、おいボンくらい突っ込んでこいよ、何もすることねえんだよボンちゃん。これほっといていいかな、スロー、これでオッケーオッケー。あー、クローズしてくるな、あの感じ、クローズ来い。はい、読み間違えた。しかしオッケー、さすがにそれはだから当たんないって。俺結構ボンちゃんね、一時期使ってたんすよね、その企画を成功させるために。だから大体結構わかるんですよ、大体わかるんだけど。オッケー、ダウン早い、オッケースキルの出が違いすぎるんよ。一発二発、やばいやばい、失敗失敗。もうブーストとか関係ないからね、これ80レベルなんだけど、まあ結構ここ一発二発オッケーおい、俺はこういうことやりたくねえよ、こうやって一発目でやっちゃおう。オッケーオッケー、でかい。ここで隕石をポチッとな、これで上取れるんじゃない。痛い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 、ルッチ痛い、いけ隕石、完璧だ、何も当たんない。危ない、ナイスナイスメス。よし、これでね引きつけてるんで取れるでしょう。ナイス、通常マジで広いよな、ロー。とりあえず下取った方がいいんですよね、下をここをねずっと守るみたいな。クローズ怖いな、あ守ろう、守る、オッケーナイス守り。待って、全員落ちてきた、味方が全員落ちてきたぞ。味方が全員落ちてきたか、バカに食ってきてます。やばいやばい、あそこに、どうしようどうしようどうしよう、えどうするこれ、裏で狙われるなこの感じ。いや誰だ裏、うわー、これ上行くしかないよな、向こうエンデル多分スキル最初に打ってくるよ。オッケー、ちょっと守りますか、守るしかないんだよな正直。一発二発スキル、さすがに一発二発、一発二発、ちょっと見えない。おーオッケーオッケー、回避読んで、うーオッケー、どこが、ちょっと待って、まずくね、普通に普通にまずくね、これこれどうしようか。隕石落ちろ、多分誰かしら降りてくる。一発二発スキルだけ警戒、さすがにオッケー、一発隕石ナイス、うんオッケー、さすがに藤虎硬いね、でもディフェンダーってこういうことがあるからね。オッケーナイス、ごめん、何すればよくわかんなかった。はい、ということで2戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。なんかこういう場合でもさ、藤虎2陣目取りに行った方がいいよね、わかんない、藤虎使いさんいいよね、そっちの方が。黒いゲー頼む、あの1陣取って、オッケー、ありがとうありがとうって言ってこう、こういう時はありがとうございます。これ2陣目藤虎さん取った方がいいんでね、その立ち回りは合ってるかな、みんな。でここ上どうやってさ落とせばいい、うん、スキルわからないんだよね、ちょっとこれ、あー落とさない、落とさせない戦法ね、その前に金を、オッケーオッケー、これ受けていいっすよね、ずっとずっと受けていい、こんなん痛くないもん、永遠にその間に、ほら裏取られちゃったよ、ほら俺に金引き取られるからそれ取られちゃうんですよ、ほらもうこれずっと受けちゃいます、もうずっと受けてる、ずっとずっとずっとブースト来るのが方が早い、多分これは全然ブーストの方が早いっすね、多分キングコブラだけ警戒しとけこかな、唯一。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、こんなどん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 ください、ナイスパンチ、ナイスパンチ、そろそろ使っちゃうんじゃないキングコブラ、ナイスパンチナイスパンチナイスパンチ、何の動画これ、そろそろジャスカイ狙っちゃう、やべ失敗した、やめろ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 、大砲落としていいよ、オッケーオッケー、ここで回復は熱いっすよ、オッケー、うー隕石くどもあんまダメージ入んねえよな、ちょっとあっち行こう、
ちょっとどうしよう。あ、やばい、1陣目がやばいわ。どうしようか、これカウンター、ナイス。どうしよう、これどうすればいい。なんかさ、こっちからだったら当たるみたいなこと聞いたことあるようなないような感じなんですよね。オッケー、ここ取れたのでかいんじゃないですか。でかい、でかい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 。これ当たるの、ここ、ここから当たるんだっけ、スキルが。よくわかんないですよね、そこ。だからここは俺に任せて、ここ任せろって言おうかな。いや、やっぱいいや。とりあえずここは俺に任せていただいて。いや、あそこ多分狙ってんな。ここら辺当たんのかな、ちょっとわかんないわ。ちょっとこれから勉強しますね、藤原さん。あ、3発目打ってくるタイプ、1発2発で回避使ってたんで、回避っていうか、 OK。 うわー、そっか、エース通常早いんか、あんた最後まで。あ、終わった、肉。オッケー、バカ肉ナイス。この倒れ方はうまい、我ながら。ちょっと待って、ちょっと怖いけど。うわー、ゴロゴロエース、ゴロゴロエースか、珍しいな。オッケーオッケー、オッケー、一発ダウンさせろ。うーん、しょうがないしょうがないしょうがない。オッケーオッケー、ナイスエース、追い出しナイス。ちょっと待って、どうしようかこれ。オッケー、いける。どうしようどうしようどうしよう、痛いんだよさっきからエース。ちょっと待って、ここら辺で落としちゃおう。いやー、間に合わないか。でも下守れば勝ちなんで、下守りますか、これは。やばい、間違いない。オッケー、ナイス。オッケー、間に合った。うわー、マジで、いやー、マジつえー、ほんとに。いや、オッケー、間に合う。でかい、いやー、ごめん。ナイス、隕石だったんじゃない。隕石ナイスだったよね。ありがとうございます。はい、ということで3戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。やっぱね、藤虎強いっすよね。まあ、だけど黒ひげにはやっぱりね、クローズがきついっすわ。クローズがきついなって感じますね。でもそれ以外ゾーン系とかつければ本当にダメージカットえぐいんで、そこら辺ね、一気に活躍の幅が広がるかなって思いましたね。やっぱり使ってると。これ当たるの、当たるの、これ当たるの、あ、当たるって仮定するわ。うん、当たった当たった、うん、当たったわ、当たった、てか当たった、当たったわ。うわー、ナイス隕石、今クローズ助けたよね。いや、ナイス隕石、ナイス隕石、マジでナイス隕石ですね、今のは。ここら辺です。お、回避ミスってる。あ、ここだ、完璧。オーケー、完璧、うちの完璧。うわー、ごめん、お宝エリア内で倒しちゃった。これごめんだわ、マジで、これマジでごめん案件ですね。で、クローズがそろそろ溜まったくさいんで。お、でも隕石中にクローズってなかなかやりづらいよな。ごめんごめんごめん、無理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 、ごめんごめん。あー、食らっちゃったし、食らっちゃったし、もう無理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 、え、もう無理。マジで無理。黒ひげね、100レベルだしね、うん、80レベルだから俺の、俺80レベルだったわ。ああああ、俺80レベル、俺8、てか黒ひげ硬すぎん、マジで。魚人島の黒ひげ強すぎん、魚人島の黒ひげ強すぎん、やばい。いや、しかも回復ブースト、え、何これ、え、何これ、やばいやばいやばい、ここだー。わー、オーケー、で後ろからよー、ふー、そしてジャスト回避を決め、なんでそっちに回避向いてんの、え、なんでそっちに回、なんでそっちにタゲ向いてんの、なんでタゲそっちに向いてんの、何そのコンビネーション、さすが4個。あのさ、ジャスト回避してさ、遠くの人にさ、あのタゲ向いてるって一番気に食わないんだけど。いや、マジで、え、なんかさ、うん、ジャスト回避してそのキャラにタゲ向いちゃうのはめちゃめちゃしょうがないと思うんだけど、そのね、なんかやばいやばい、え、何やって、あ、クローズナイス、ここら辺で隕石よ、おらー、これで一網打尽じゃ、おらー、いやー。楽しいね、隕石。あー、これ多分クローズじゃなかった、あっぶねー、危ない危ない、え、なんで、あ、そっか、黒ひげの無敵スキルが吸っちゃったのか、それで俺の方に来ちゃって回避ができなかったと。なるほどなるほど、見えてる、ジャスト回避してない、これ回避ボタンから結構大変、これジャスト回避のやつじゃない、スーパーがすごいな今日、今ジャスト回避でしょ、絶対ジャスト回避、あんな読んでて回避ピンってさ、ステップしたやん、ステップしたやん。これ勝てるな、勝っちゃおう、オッケー、気絶ナイス、おらーおらー、オッケーオッケー、いけるいけるいける、行かせるかよ行かせるかよ行かせるか、え、マジである、マジであるやつ、うわー、カウンター、うわー、ない、ある、あーと1ミリ、いや、ある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 、なん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 、
ブリスケットオブゼウス。はい、ということで今日の動画終わるんですけど、まあね、80レベルじゃちょっとね、やっぱり物足りないっていうのは間違いなくありますね。ということで今日の動画終わります。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。